それでは、続きまして、基調講演1に移らさせていただきます。基調講演1は、東京医科大学消化器内科学分野准教授の土屋隆義先生にお願いいたします。はい、土田先生、ご紹介いただき誠にありがとうございます。消化器内科の土屋でございます。私は、今回のテーマである、膵がん治療の最前線、国内トップ施設の取り組みという形で、一番バッターとして、早期診断の最前線という形でお話をさせていただきます。2013年より、このパンキャンジャパンの活動に、参加をさせていただいており、去年も、このように娘と、皇居の周りを歩かせていただきました。こちらは、日本人の、部位別の、死亡率の年次推移の表を表しております。皆さんもご存知かもしれませんが、今、日本人は、肺がんに一番なりやすく、次、大腸がん、胃がん、膵がん、肝がんとなっております。膵がんはこのように右肩上がりになっていますが、胃がんや肝がんは減っているというような特徴がございます。また、今日本人は男性も女性も2人に1人はがんにかかってしまうという時代に突入してしまいました。例えば部位別で見ますと大腸がん増えてきておりますが、だいたい10人に1人ぐらいがんになると言われておりますし、乳がんは10人に1人、前立腺がんも10人に1人という形になっています。膵がんはと申しますと、40人に1人、どういうことかと申しますと、皆様が、同窓会等で、集まられたときに、その同級生の40人に1人ぐらいが膵臓がんになっている、そういう、時代でございます。ただ、これらはそれらが全て、死亡してしまうと、亡くなってしまうというわけではございませんで、2人に1人がんになりましたが、女性であれば7人に1人でしかがんではなくならないという統計も出ております。これは、それ以外の方は治っているということであります。女性、乳房は10人に1人でしたが、亡くなるのは65人に1人ですし、ただ、膵がんは40人に1人、膵がんになってしまいますが、50人に1人亡くなってしまうということは、ほぼ、なってしまう方は、亡くなる、これは同数だということが言えます。このように、膵がんは非常に難しい病気で、ございまして、これは膵がんのステージ別の生存率、ステージが進めば、グラフの下に行くほど、生存率が悪いという形になっております。本邦における膵がんの5年相対生存率を見ましても、非常に早い時期、ステージ1で見つけると、5年生存率もいいんですけれども、ステージ進んでしまって4、縁学転移があるような形になってしまうと、非常に合成率が悪いという形になります。で、膵がんはこちらの施設のように、たくさん手術をしている施設でも、切除できる率は、発見できたときにですね、できる率は3割から4割程度ですので、このような、がんを、なるべく早く膵がんを、ステージの早いうちに早期診断をするということを我々を目標にしております。我々が膵がんの診断を進めていく上では、この昨年出まして一番新しいガイドラインですね、真島さんたちと作らせていただいたガイドラインですけれども、2019年度版がございます。その中で、どのようなファーストステップとして膵がんを見つけていくかということの一つに、腫瘍マーカーというのがございます。では、腫瘍マーカーで早期発見が可能なんでしょうか。日本人の腫瘍マーカーの陽性率を見てみますと、メインである CA19 の9、これでも7割程度でございますし、中には5割を満たない腫瘍マーカーもございます。ですので、腫瘍マーカーはなかなか早期診断には適さないという形になります。ただし、膵がんの診断がされた後でですね、フォローアップや予後予測、治療効果予測には非常に有用ですので、それらには使っていただければと思います。で、私たちはですね、この腫瘍マーカーに変わるものは何かできないかということで、膵がんの早期診断を目指して唾液に注目してまいりました。これ4年、3年ほど前の新聞ですけれども、東京医大で唾液の膵臓がんの臨床試験がやっているよというご紹介をいただきました。中でも我々はメタボローム解析というもので、
がんを持ってらっしゃる患者さん、特に膵がんの患者さんが、出すですね、代謝物というのを、このような、機械で、調べさせていただいて、測って、います。でもう今は市販化されておりまして、サリバチェッカーという、もので、クリニックなどでも検査が可能になっています。この代謝物を見ますと、実際にこれは膵がんの切除をすると、この値が非常にこのように減っているということも分かっております。で、消化器内科の我々の教室から、この有用性を多数世の中に報告させていただいております。これが実際に取っていただいているところですけれども、このように唾液をペット、朝取っていただくだけで、患者さんのところ、その取っていただいた方のところにはこのような検査結果表が送られてまいります。どういうことかと申しますと、この赤で示されたところは、膵がんの患者さんに多い、この代謝の、代謝物が出ているということになり、矢印のところが自分ということになって、例えばこの膵臓がんで見ますと、この位置にいれば、膵臓がんの心配はないよという形になっています。ただ、この矢印が、この辺にあった場合には、今症状がなくても、膵がんの可能性があるので、しっかりと調べましょうと。いうことが分かる検査キットとなっております。また、この早期診断を目指す上で欠かせなく皆様に知っていただきたいことがございます。それはこのリスクファクターというものです。膵がんのリスクファクターはどのようなものがあるかをちょっとご紹介をさせていただきます。まず、1番目に家族歴、そして2番目に遺伝性膵がん症候群という病気、3番目に生活習慣病、4番目に膵疾患、5番目に喫煙や飲酒などの嗜好、そしてその他という形がございます。一つずつご説明をしてまいります。まず家族歴でございますけれども、膵がんの患者さんに我々がご家族に膵がんの方いらっしゃいますかと聞くと、大体3から 9% のほどの方が膵がんの方がいますというお答えをいただきます。そして第一度近親者、これは私で言いますと、両親、兄弟、そして子供、この第一近親者と言われる方に、膵がんが多ければ多いほど、家族歴が多いほど発生リスクが増加すると言われています。両親、兄弟、子供の中に、1人でも膵がんの方がいれば、リスクは 4.5 倍、2人いる方は 6.4 倍、3人いらっしゃると32倍と非常に高い発生リスクというふうに言われています。また家族性膵がんという言葉がございますけれども、まあ、これはどのようなものかと言いますと、今お話しした、親、兄弟、子供、第一度近親者に2人以上の膵がんを持つ、家系に発生する膵がんのことを家族性膵がんと、言います。まあ、これを今お話した通りで、膵がんの発生リスクが高い、家系になります。それ以外にこの遺伝性膵管症候群という、お病気がありまして、これは一番、有名なのはこの遺伝性膵炎ですけれども、発がんリスクは60から87倍と、言われておりますし、膵臓に全く関係ないポイツエーガー症候群というお病気では132倍と非常に高い膵がんリスクが、研究で分かっております。続きまして、この生活習慣病ですけど、まず、糖尿病。糖尿病のある方は、普通の人よりも、膵がんの発生リスクが約2倍と、言われております。特に、新規に発症された方や、急激な、血糖のコントロールが急に悪くなったというような方に、膵がん発見される場合が多いので、そのような時には、精密検査を受けていただきたいというふうに思っています。また、肥満でも、男性では 1.5 倍、女性では、3倍近く、膵がん発生リスクが高いと、言われていますので、まあ、肥満も予防していただくということが大切かなというふうに思っております。次に、膵臓の疾患があると、膵がんの発生リスクが高くなるということが、3つほど言われておりますので、ご紹介します。まず、アルコールをたくさん飲まれる方は、このように膵臓に石ができてしまって、慢性膵炎という状態になってしまいますが、その場合には膵がんの発生リスクが約13倍ということが分かっております。ただ、この禁酒をしていただいたり、石のせいで流れなくなってしまった膵液を流してあげるような処置、または石がいっぱいできてしまっているところを切除するといったことで、膵がんの発生は減少するというふうにも言われております。こちらは最近非常に注目をされている病気であります。我々もしっかりと外来でこの IPMN、日本語で言いますと、膵管内乳糖粘液性腫瘍、これがある患者さんは
半年に1回しっかりと検査をしていくということをしています。どのような病気かと申しますと、この矢印のようにこれは CT で膵臓にお水のたまり、嚢胞が見えています。MRI でもこのように見えますけれども、実際これは膵管からドロドロとした粘液が出てきてしまいまして、それが溜まってしまったものになります。この IPMN という病気は膵がんの発生母地となりうると言われておりますし、その発生リスクは主膵管型と分子型というものが分類されるんですけれども、主膵管型が多いと言われております。またこの分子型のIPMN の患者さんでも、全くこのお水のたまりがないところ、正常な膵臓のところに膵がんが合併してしまうということが、2から 10% あるというふうに言われています。ですので、この分子型 IPMN の人というのは、膵がんが発生リスクが非常に高いので、年に1回ではなく半年に1回ほどの、スクリーン、画像の検査をしていくということが大切だというふうに私は考えております。こちらは非常に小さな、お水のたまり、嚢胞というものが膵臓にある、写真になりますけれども、今ではこれ MRI という画像ですけれども、非常にこのようにきれいに、立体的に、膵臓の画像が撮れるようになっていますので、この膵嚢胞があるとない人よりも約3倍膵がんの発生リスクが高いと言われているので、もし検診などで膵嚢胞と言われた際には、病院の方に来て精査をしていただきたいというふうには思っております。続きまして、ご趣味のおタバコでありましたりお酒です。おタバコを吸われていると膵がんの発生リスクは約 1.68 倍と言われています。また、吸っている本数が多かったり期間が長かったりすると増加しますが、禁煙すると、この発生リスクは減少すると言われています。またお酒をたくさんの毎日飲まれる方は、このように 1.22 倍と膵がんの発生リスクが高いと言われています。だいたい目安としては、たくさん飲まれるっていうのは、ビールであれば中瓶2本以上、ウイスキーであればダブルで2杯以上というのを毎日続けると、この大量飲酒と言われてしまいます。また最近の研究で分かってきたことで、口の中ですね、歯周病は歯周炎があると膵がんの発生リスクが高いなんていう報告もございますので、しっかりと口腔内ケア、歯磨きをしていただければと思います。で、今日強調したいことは、このリスクファクターがある方にはしっかりとした検査をしていって、なるべく早い段階で膵がんを見つけるということが大切になっていきますので、定期的な画像を撮っていくことをお勧めさせていただきます。もう一度お話します。膵がんのリスクファクターというのは、膵がんの家族歴、また遺伝性膵がん症候群というような遺伝性の膵炎に代表されるような病気の病気群、そして糖尿病のある方、そして膵臓の病気で慢性膵炎、IPMN という病気、膵嚢胞がある方は、ぜひ病院でしっかりと検査を受けていただきたいというふうに思います。続きまして、この検査機器である CT、MRI 等はどのようなものかをちょっと簡単にご説明いたします。まず CT ですけれども、膵がんを見つけるためには、この造影というものが必要になってきます。単純 CT ですと、病質の拡大に低下しますので、こちらにありますように、造影をすると主流がはっきりしますけれども、下は同じ人ですけれども、同じ方ですけれども、単純だとなかなかはこの主流がわからないという形になりますので、造影をすることがおすすめです。また次に MRI ですけれども、最近は非常にこの画像機器の進歩が、著しい機械でありまして、CT と変わらない診断能が得てきています。長所としては、CT のようにレントゲンの扱いませんので、放射線の被曝がないということになります。また、この MRI は先ほどリスクとしてお話した、お水をたまりある嚢胞性の病変、IPMN や膵嚢胞の病質が非常に高い感度で病出できます。ただ、閉所恐怖症、ちょっと機械が狭いので閉所恐怖症がある方は、ペースメーカーのような体に金属のある方は難しいことがありますので、そのような方は CT の方がよろしいかと思います。今日、強調したいことの2つ目がこちらになります。この超音波内視鏡って言いますものは、
デジカメでいう画素数が非常に高い、要するに引き伸ばし、小さなものを、大きく引き伸ばしても、非常に滑らか、きれいに画像が見えるという機械になります。CT、MRI ではなかなか5ミリ以下のものを、膵がんを見つけるのはなかなか難しいんですけれども、この超音波内視鏡はミリ単位のものが、小さいものがよく見えますので、こちらの詳しい検査というのは非常に小さな膵がんを見つける中で大事になってきます。またこの超音波内視鏡を用いますと観察だけではなく組織を取ることができますので、これを超音波内視鏡か線視吸引法 EUS-FNA と言いますけれども、このようなことができるのも CTMRI と違う長所のところです。ただしこれは施設であったり受注者、この超音波内視鏡をやる人によってですね、結構技術の差が出ますので、ここが注意点ですけれども、この東京医大は非常にこれを得意としている病院ですので、ぜひ安心して受けていただければというふうに思っております。実際に超音波内視鏡というのはこのように胃の中からこの先端に超音波のついた内視鏡を膵臓に向けてみますと、このように膵がんが見えますので、そこに向かって針を刺すとこのように組織を取ることができます。この超音波内視鏡は CT と比べますとこのように非常に高い診断の有しておりますので、小さなものを見つけるのに非常に適しているといった検査機器となっております。こちらは実際に組織を取っているところですけれども、この内視鏡の中に針を入れることができまして、もう本当にターゲットは1センチ2センチという小さなものですので、そこにこの針をですね、このように前後させて組織を取るという検査になります。このように針を膵がんに向かって刺しますと、このように糸ミミズ状の組織が取れますので、これを顕微鏡で見ると膵がんであるということが分かるという検査になっています。これも我々は非常に得意としているところで、通常はだいたい診断の9割ぐらいですけど、うちは 95% 以上の診断の有しておりますし、合併症と言われるものも偶発症も 1% 以下と非常に優れた検査でございます。東京医大は非常にこの超音波内視鏡を使った技術が非常に優れている病院ですので、ぜひ安心してお越しいただきたいと思います。また一昔前まではこの CT とか、この ERCP という検査ですね、内視鏡性逆行性胆管膵管造影という検査が膵がんの診断のメインになっていましたが、膵炎を起こすというデメリットがあるので、最近では CT や超音波内視鏡で影が見えないような本当に小さなでき始めの膵がんを見つけたいという時に、この画像でいう、ここがすごく膵管が細くなっていますけど、このようなところに小さな膵管がないかというのを調べるときには用いています。では最後にですね、このような超音波内視鏡や ERCP という検査を昨年このリニューアルオープンをしたこの新しい病院の内視鏡センターをご紹介したいと思います。ちょっと動画を流させていただきます。多くの医師は難しい治療を重ねる日々の先に次のようなことを考えるかもしれません。医師一人では救える患者は限りがあると。けれど優れたチームを作ることでその可能性は広がる。そのチームが働きやすい優れた環境を作ればもっと多くの患者が救える。そしてその先に世界中にこのチームのスキルを広め、このチームで新しい治療法を生み出すことができれば患者を救う可能性は無限に広がる。ここは一人の患者と向かい合いながら世界の医療、そして未来の医療へと貢献できる我々が目指した検査治療施設です。東京医科大学病院内視鏡センター。
国内子宮センターでは早期発見が極めて困難な胆道がん、あるいは膵がんに関して精力的に超音波内視鏡 ERCP 検査を施行しまして、早期発見早期診断に努めております。この施設の特徴は、検査による病の発見から術前カンファレンスを超えたあらゆる情報共有を可能にするカンファレンス、医師が働きやすく患者に低侵襲な治療、そしてその最新技術を世界へ向けて発信と、糸井教授が必要と考えてきた今と未来の医療に必要な施設を実現しています。検査や治療、さらにはちょっとしたですね、日常の出来事、こういったものを患者さん一人の情報として捉えるのではなくてですね、全員に情報として共有する、そういう共有の仕方が一つ一つが資料になれると考えております。術前カンファレンスを開くだけではなくてですね、多くの報告事例、例えばインシデント、アクシデント、こういった多くの情報を共有する場を設けることによって、アクシデントというようなことが起こる前にそれを未然に防ぐということ、チームでトラブルに対処することが可能となります。低侵襲内視鏡治療の場には大切なことが2つあります。まず1番目は、患者には低被曝であるということです。当院では最新の被曝低減技術を備えました X 線機器を導入しております。これによりまして、従来必要であった線量の半分の線量で治療が安全に施行可能となっております。次に重要なことは、安全に手技を行うことができるということです。当院で使用してます治療内視鏡用の X 線システムは、例えば X 線透視の視野移動時に患者さんを動かすことがなく視野移動が可能でありまして、内視鏡を挿入した状態でも安全に治療を完遂することができます。さらにはですね、内視鏡センターで働く医師が最適な環境で働くことができるように、現場の要望をですね、数多く今回聞いてもらっております。例えば従来の治療室にはなかった大型ディスプレイ、これを導入いたしました。これによりまして、例えば細かい手技、難しい手技をする際、どうしても X 線像あるいは内視鏡像の拡大、これが必要となってきますが、そういった際にも安全に施行することができるようになりました。海外での公開ライブを100回以上にわたり続けてきた糸井教授には、後進を育成するという大きな役目があります。治療の様子を会場で見ながら学ぶことも、また配信によって世界に伝えていくことも、貴重な技術を広めることに貢献しています。成熟しつつある機器の進歩をはるかに超えるペースで手技が進化し、新たな術式が生まれる内視鏡分野において、今と未来の医療を牽引する世界ナンバーワンの内視鏡センター、東京医科大学病院内視鏡センター、日々先端の検査治療が続き、そして未来のそれが生み出されます。このように最新の設備で患者様皆様に気持ちよく検査を受けていただけるように、我々スタッフともお待ちしております。
今日は、膵がんの早期発見に向けての我々の取り組みをお話しさせていただきました。これは私たちの、淡水、内視鏡をしているスタッフでございます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。土屋先生どうもありがとうございました。膵がんの早期診断というのは非常に難しくて、まだまだ研究段階でありますけれども、研究レベルで早期診断に役立つものっていうのは何かあるんでしょうか。篠先生ありがとうございます。先ほどお話ししましたように、この唾液で、この膵がんが分かる、もしくは膵がんだけじゃない、肺がんでありましたり、大腸がん、そういったものも、分かるようになってまいりましたけど、この唾液で取れるのは非常に、患者さんもしくは検査を受けられる方に低侵襲で、血液のように針を刺されなくてもいいですし、今お話したような内視鏡というのはお口から内視鏡入れられて苦痛が伴いますので、唾液というのは全く苦痛がない検査になります。で、かなり精度のいい検査結果ができるようになってまいりましたので、この唾液の検査というのは非常に我々が注目して、高いレベルを目指したいなと思っている検査でございます。はい、土屋先生どうもありがとうございました。それでは次の講演に移りたいと思います。